札幌市立厚別南中学校は、北海道札幌市厚別区大谷地にある公立、中学校。1980年代から住宅地の開発や、それに伴う人口流入が続いたため、札幌市内は元より、北海道内でも屈指のマンモス校として知られ、民間のデベロッパーによるマンション建設が進んだ。そのため、生徒数はやや増加傾向にあった。 しかしながら、札幌市内でのマンション建設が落ち着きを見せた2018年現在、厚別南中学校も例外なく、生徒数は減少に傾いている。平成16年頃をピークに減少傾向が進んでいる。しかし、令和元年度は例外である。場所は、札幌市営地下鉄東西線、大谷地駅とひばりが丘駅のほぼ中間の三里川。 北海道道百1 4 8号、札幌江庭自転車道線、北海道道3号札幌夕張線に囲まれた三角形の土地に立地している。工区は、ひばりが丘地区や新札幌地区、大谷地地区という、厚別区でも人口、産業ともに集積する地域を含み、市営住宅やマンション群が林立し、サンピアザ、アークシティオン新札幌店といった。 商業施設も充実している。また、北西学園大学、札幌市立大地東小学校、札幌市立共栄小学校、札幌市立ひばりが丘小学校、札幌市青少年科学館、厚別区図書館、北海道札幌東商業高等学校など、多数の文教施設を校区に含む。かつてより、北海道札幌南高等学校、 北海道札幌北高等学校、北海道札幌西高等学校、北海道札幌東高等学校、北海道札幌朝日川岡高等学校に毎年一定数の進学者を出している。水泳部、陸上部、スキージャンプ部、剣道部等、個人部もある。厚南三3プラス1プラス上の2中学校と混同されるケースがある。ありがとうございます。